マイターン東広島。この番組は東広島市から生活や子育て、催し物などの情報をお送りします。中学生による意見発表会、東広島少年の主張を開催します。1月27日土曜日午後1時30分から。場所は市民文化センターです。定員は250人程度で当日先着です。お問い合わせは青少年育成課までどうぞ。いたき地域センター講座発表会を開催します。フラダンスなどの発表があります。1月28日日曜日午前9時45分から。場所はいたき地域センターです。お問い合わせはいたき地域センターまでどうぞ。東広島ボランティアガイド養成講座を開催します。1月27日、2月3日、10日、17日、24日、いずれも土曜日、午前10時から。場所は中央図書館、西条酒蔵通りほかです。定員は先着15人です。電話またはファックスでお申し込みください。1月20日土曜日締め切りです。お問い合わせは東広島ボランティアガイドの会までどうぞ。生き方を自分で考える、人生最終段階での医療・ケアを開催します。2月2日、9日、16日、いずれも金曜日午前10時から。場所は市民文化センターです。定員は20人。お申し込みはハガキまたはファックス、窓口、メールで1月19日金曜日締め切りです。お問い合わせは市教育文化振興事業団までどうぞ。認知症サポーター養成講座を開催します。2月22日木曜日午後1時30分から。場所は東広島イノベーションラボ未来のです。定員は20人。1月15日月曜日から2月9日金曜日まで受け付けます。お問い合わせは基幹型地域包括支援センターまでどうぞ。ビジネススキルアップセミナーを開催します。副業・パラレルキャリアの世界を覗いてみませんか。1月24日水曜日午後6時から。場所は東広島イノベーションラボ未来のです。定員は20人程度。広報誌1月号の二次元コードから申し込みフォームにて受け付けます。お問い合わせは産業振興課までどうぞ。権利擁護市民セミナー、学んで予防しよう、消費者被害についてを開催します。高齢者を狙う最新の詐欺手口を学んで被害を防ぎましょう。1月31日水曜日午後1時30分から。場所は消防局2階講堂です。定員は先着50人程度。電話または広報誌1月号の二次元コードから申し込みフォームにて受け付けます。1月24日水曜日締め切りです。お問い合わせは基幹型地域包括支援センターまでどうぞ。就職や転職を目指す一人親家庭の人のためのオンライン面接マナー講座を開催します。 Zoom を利用したオンラインでの講座です。インターネット通信料は自己負担となります。1月21日日曜日午後1時から。対象は一人親家庭の母・父・家父、18歳以上20歳未満の子です。定員は先着20人。広報誌1月号の二次元コードから申し込みフォームにて受け付けます。お問い合わせは広島県一人親家庭サポートセンターまでどうぞ。マイターン東広島では市民の皆さんに暮らしに役立つ情報をお送りします。次回もどうぞご覧ください。